皆さんこんにちは。まあ今はもう新聞はですね、ハマスの問題が一面トップに来て、つまりこういう新聞を読むということはですね、要するに宣伝、ある種の工作を読んでると言っていいわけで、もう最初からそのメディアっていうのはもうそこにある種のイデオロギーにしてもですね、情報操作がもうあるっていうことをね、しっかりと捕まえなくちゃいけないんで、これはもう戦後の新聞が大体そういうことでね、皆さんが導かれてる、あるいはいつも不安にされたりですね、そしてなんかもうそこに何かが動いてるみたいな錯覚を与えられてですね、まあそういう操作をしてるっていうことをね、常に考えていくということですよ。まあ、我々は歴史家ですから、なんかやはりそのかつてはこうだったからこんなことあるかなというようなことは常に考えるんですけども、皆さんの場合は結局そういうことがね、こうやっぱりメディアの一辺倒の情報しか入らないというところ で今インターネットがね、かなりそれに対する反作用をしてるんですけども、これもまたね、だんだんと確実化していく、つまりそうじゃないよ、そうじゃないよという反対もあるよ、賛成もあるよというようなことをこう客観化しているように見えながら一方の意見を言っているというね、そういうことになっていくわけです。ですから問題はですね、結局日本人が日本人の立場で、そして日本人としての見解を常にこう揺らぎない見解を持つというね、そういう自信を持って、それでいいんですよ。つまり自分が考えた見解が正しいんだというね、それ何かというと、日本人が今一番世界で安定した国家ですから、そしてほとんどその犯罪もないしですね、もうひどい状態がね、世界には起きてるんですよ。でまあ、それはね、大体戦後はずっとそうだったんですけれども、特に今顕著になったのは社会主義の崩壊っていうのがあって、ある種のそれに目指す一つのイデオロギー的なモラルじゃないけれども、こうある種の緊張感があったんです。それが今はもう完全に崩れちゃってしまったんで、もうゾンビがフィラデルフィアにね、あるいはもうホームレスがもう平気でうろうろしているようなアメリカができちゃったんです。つまりそういうことが自由だと思い込ませて、結局そういう若い人たち、あるいはこうイデオロギーに染まりたい人たちがね、みんなそういう格好になってしまった。そしてそれが基本的に大学がね、それを導いているというところがあるわけね。ですから大学の知識人が非常に悪い例を大学で示している。日本大学の行くこう一番優秀なね、こう高校が全部極左の日本史の教科書を使ってるっていうのは皆さんご存知と思うんですね。でそういう傾向はもう世界がね、そういうことになってるんです。ですから大学に行く人たちが全部極左になるというね、そういう傾向があるわけですね。ですからそれをですね、で簡単に言えば極左っていう言葉はね、あるいは左右っていう言葉は左が作ったんです。右はないんですよ、そんなものは。もともと保守ですからね。ですからそういうことがね、だからその極左とか極右っていう言葉は、これは左が作ってるんです。何かというと、左は常に少数派だから。少数派が大きく対等に見せるためには、この言葉が一番いいんですね。ですからこういう言葉をね、あんまりこう、みだらに言わない方がいいわけですが、で今はもうハマスがこう仕掛けたようにね、こうなって、もちろんそのイスラエルが動いているわけですけどね、このことを考えると、私は今日本のユダヤ人のことを考えているもんですから、ああまたやってるなということなんですね。でこういうことはもうあそこが自分たちの国だと思い込んだ人たちが、やっぱりその前にいた人たちを追い出すというようなことはね、
こう常にやるということなんですね。もう3000年やってるわけです。ですからまあそういうことがね、またやってるなという感じをするんで、そしてまたその追い出されたユダヤ人が今度はもうユーラシア大陸を越えて、あるいは東南アジアからですね、船で日本にやってきたという、そのことを私は歴史家として発見した以上はですね、そういうことの連続としての現代のイスラエルを考えるわけですね。そうするとやはりあのもう彼らはそういうことやればまたその追放される可能性があると。 でも今回はもうアメリカをはじめですね、あらゆるところにも彼らの住居がありますから、まあ日本まで来るっていうことはないんですけども、しかしやはりそういうことがね、あの歴史というものを常にこう長い目で見るとまたやってるなということなんですね。で殺す、そういうこう非常にまあご存知のようにですね、あのガザなんていうのは本当にあのまあ屋根のない、まあ、牢獄と言われてるわけですけど、そういうところをねどういうふうになっていくかっていうのは、まあ、ある意味で悲劇しか考えられないわけですけども、まあ我々はですね、その今度のウクライナ問題もそうでしたけどね、結局ロシアとウクライナの問題っていうのは実は言うと日本とはあまり関係ない問題だ。で今度も中東のハマスの問題も実を言うと日本人と直接今は関係ないですよね。だからそういう目で客観的で見てるっていうことがね大事であって、まあ我々の態度っていうのはあの我々の態度として常に堅持していくということですね。でそれがね、政府がどうのこうのというようなことじゃないんですよ。我々の意見、我々の考え方を堅持すればいいわけで、その政治、自分がですね、皆さんが自分が無力だと思わなくていいんですよ。皆さんが考えたことが日本人の考えたことになるわけですね。ですから日本は全体が常に安定している、常にこう規則正しく動く方向に行っていると。もちろんいろんな事件があったり、まあ、あの天候が悪かったりすることはありますよね。あのもちろん地震があったりする、まあ、しかしそうじゃない我々の考え方っていうのを常にあのしっかりと持つというね、それでいいわけです。で実際はそういうふうに動いてるんですね。ですから今日本っていうのはやはりその世界における中心的な存在としてのですね、あの考え方で、あの歩く主義じゃない、つまり革命がもう失敗してですね、もう散々の社会主義がもう非常に崩壊 してしまって、次の新しい歴史観思想は何かという問題に我々は対処しているということであるわけですね。ですからそれを我々がですね、歴史を通じて作り上げるというね、そういう作業を今やってるわけです。ですから何も心配することはないんで、まあ、中国なんかがその例として、まあ、だけどこういう中国の例はね、今だけじゃないんですよ。ずっとやってきたんです。ですからね、あの元利宣長なんかがもう空心と言っていることはそれなんですね。もうつまり彼らのやってることはひどいことなんだということを常にあの日本の歴史を読んで書いてあるわけですね。ですからそういうことをね、あの我々はあの常に隣の最悪の状態を見てですね、そしてあの我々の思想を堅持するというね、そういうことを、まあ、するべきだと思うんですね。まあそういうことでね、あの国史学会というのは、まあ、そういうことをこう皆さんと共にですね、考える学会に、まあ、今までしてきたし、もう50年経ってますからね、相当そういう考え方を皆さんも見つけ始めだろうと思っています。でそういうことをあの今もちょっと考えているわけです、まあ、あのまた講演会の方でお話しますけれども、今日は本当にあの、もともと
この日本というものをね、外から見るというね、こうことをのシリーズをね、今日も本当に野村先生の非常に眼蓄の深い講義を、それを聞きたいと思います。じゃあどうもありがとうございました。